トビー・マグワイヤはアメリカ合衆国の俳優、映画プロデューサーである。カリフォルニア州サンタモニカで生まれる。この時両親は20歳と18歳で、父親のヴィンセント・マグワイヤはコック、母親のウェンディは秘書兼シナリオ作家だった。2歳の時に両親が離婚し、各地を転々とする。貧しさに追い詰められた父親が銀行強盗で逮捕され、 幼い弟たちを養うために学校を中退し、唯一の才能だった演技力を武器にハリウッドへ向かったことが彼の本格的な俳優業へのきっかけである。子役として CM などに出演し、1989年公開のザ・ウィザードで早くながら映画デビューした。1992年にテレビシリーズグレート・スコットで注目を集める。 1998年公開のカラー・オブ・ハートや翌年公開のサイダー・ハウス・ルールで注目され2002年からのスパイダーマンシリーズで主人公ピーター・パーカー、スパイダーマンを演じ人気を不動のものにする2002年公開の25時では制作を翌年公開のシービスケットでは制作葬式及び主演を務めた2009年公開の マイブラザーでゴールデングローブ賞主演団優勝にノミネートされた。2012年公開のライフ・オブ・パイ・トラと漂流した227日にキャスティングされ。2003年から当時ユニバーサル・ピクチャーズの社長兼 CEO だったロン・メイヤーの娘で宝石デザイナーのゼニファー・メイヤーと交際し、2006年4月に婚約。2006年11月9日に長女が誕生。 2007年9月3日にハワイとナで挙式。2009年5月8日に長男が誕生。2016年、ジェニファーと離婚。ボーイズライフで共演したレオナルド・ディカプリオとは親友同士だという。アルコール使用障害だったが禁酒に成功し、アルコール依存を克服した。1992年からベジタリアンに転校し、2009年にはベジタリアンより厳格なビーガンとなった。 ヨガを趣味とするなどヘルシーなライフスタイルを送っている2013年ありがとうございます。